気楽領主の楽しい領地防衛、星3。攻撃魔法至上主義の異世界の貴族に転生した人族のオスがスキルガチャに失敗して建築魔法のあたりスキルを手に入れる。それに激起こした貴族の父が辺境の村に島流しをする。その辺境の村を超絶あたりスキルである建築魔法を使って発展させる王道を行くなろう系シナリオ。シナリオラインは王道を行くなろう系なので新規性は一切ないのですが、この異世界の貴族はクズ設定で平民を虫だと金の出る虫扱いするため平民の貴族に対する評価がストップ安なので、一部の現代人が持っている差別をしないだとか人に優しくを実行する主人公が偶然のように描く部分がとてもお上手に描けております。いい大人なので読み書き計算がしっかりできる、訓練も不平不満を言わずにしっかりするので周りからは神童扱いされ、それにガンボレした騎士だったりの有用人材がキャリアを捨てて主人公の味方になるという描写だったり、虫扱いされている冒険者を命を懸けて救おうとするお貴族様という見せ方がお上手なので全員キョロ演歌する部分や、それを読んだ読者のカタルシスの解放の仕方が大変お上手。決してお気楽感はない普通によくできたナロー系作品であり、面白いのでおすすめ。